服薬指導は薬剤師が患者に対して処方薬の情報提供を行うことである。薬剤師法第25条の2に義務として定められている。薬物の使用にあたってはその適切な使用が重要であり、医師の意図と異なる服用方法を行った場合には薬効が過剰あるいは不十分となり病態を悪化させる可能性がある。薬剤師は このようなケースを前もって防ぐために患者に処方薬の薬効と服薬方法、服薬の意義について分かりやすい言葉で説明し、薬物療法に対する理解を得る必要があり、この患者に対する説明を服薬指導と呼ぶ。保健調剤における服薬指導等の業務に薬剤服用歴管理指導料として規定された点数分の費用を請求することができる。 2018年6月14日の国家戦略特別区域諮問会議において愛知県、兵庫県や武市及び福岡市でのテレビ電話等による遠隔服薬指導の実施に関する計画が認定された。今後は全国で実施できる用法整備を図る予定である。薬剤師は販売または授与の目的で調剤したときは 患者または現にその看護に当たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために、必要な情報を提供しなければならない。つまり、服薬指導は、薬剤師や患者の医師により自由に行われるものではなく、販売、授与の目的で調剤を行った際には必ず行われなければならないものであり、もし服薬指導が行われなかった際には、 薬剤師に対して責任が付きまとうこととなる。上記に述べた通り、服薬指導とは患者に納得して処方薬を、服薬してもらうための説明を行うことであるが、ただ一方的に説明すれば良いというものではない。服薬指導では患者の訴えを聞くことも大切であり、薬剤師にはコミュニケーション能力が問われる。患者の中には、 医者には本音を話しにくいと考えていたり、医者と話した時には言い忘れたけれども、そういえば、というような具合で言いたいことを思い出したりして、薬剤師から薬を受け取り、副薬指導を受ける際になって、本音を話してくれる例も多い。患者から、このような本音の声を聞き出すには信頼関係の構築が必須であり、副薬指導は、このような声を情報として医師にフィードバックする。 働きも有している。副薬指導の記録は、薬歴として保存し、今後より良い薬物治療を行うために活用する。また、一部の疾患では患者への告知が問題となり、薬剤師が抗がん剤を見て、機械的に、これは癌を治す薬ですなどと患者に説明することは、厳禁である。主治医の方針によっては癌であることを、まだ告知していない場合も考えられ、 スタッフとの密な連携が必要である。小児や妊婦、高齢者などの患者でも服薬指導には注意を要し、相手に応じた指導を行う必要がある。問題思考型システムとは、患者の持っている医療上の問題に焦点を合わせ、その問題を持つ患者の最高の扱い方を目指して努力する一連の作業システムである。薬剤師が 問題思考型システムに基づいて、服薬指導を行うには、患者が持つ問題を一つずつ、解決法を考え、それを実践、評価し、記録するというのが一クールとなる。この記録形式として、ソープ形式が知られている。ソープ形式とは、薬歴の作成を主観的事項、客観的事項、評価及び計画の各項目に分けて記述する方法である。 平成30年度診療報酬改定の概要調剤。厚生労働省。2019年4月12日閲覧。国家戦略特区における、いわゆる遠隔服薬指導への対応について厚生労働省。厚生労働省。2019年4月12日閲覧。ありがとうございます。